にちは。こんにちは。どうもです。どうもです。でですね、前回ちょっとモコモコを紹介しましたと、はい、一気にまた季節がだいぶね進みました。だいぶ進んだ。もう寒いからやっぱり、ね、もう10月の半ばぐらいからもう、そうですね、やっぱすんげえ一気に寒くなったなっていう感覚がありますけど、東京はちょっと寒い感じ。そうですね、最高気温でも20度下回ってる。そうですね、18度だった。ここ2、3年暖かかった、1、2年か去年とか暖かかったから余計寒く感じる、寒く感じるって。はい、っていうことで、モコモコに引き続き今日は暖かなダウンのダウンジャケットを紹介する、はい、あ、かっこいい、紹介させていただきます。あ、かっこいい。あ、好き好きですか。うん、好き。あ、俺これ好きで。本当ですか。うん、じゃあ商品紹介を今回もまたはいガネの方からはいしてもらおうと、はい、いうところですね。はい、じゃあまず何でしょう。じゃあ、まあ、ダウンっていうところで、はい、まあ、ダウンってあの鳥の羽、はいはいはい、まあ、あれですね、羽毛と、まあ、羽を、はいはいはい、あの中綿との違いは、中綿っていうのはその人工の綿、はい、でもコットしてるんですけど、これは鳥の、うちでいうインサレーションですね。あ、そう、うちのインサレーションは人工の中綿、中綿、はい、うん、なるほどね。でこっちは、鳥の羽毛と羽と、羽と羽そういうのが入っている感じになります。はいはいはい。で、700フィルパワーっていうところで、まあ、だいぶあったかい。700フィルパワーってことはあれだね、本当他のダウンとかも結構、そうですね、あったかい、巷で出てるやつ、そうね、結構あったかい。700フィルだとそうだよね、はい、あったかいかなと。なんでそうですね、本当あったかいよ、700フィルあったかいしか言ってない、うん、あったかいです。もうユニクロさんとかもね、まあそうですね、700フィル、まあ、そもそもその700フィルパワー、ね、フィルパワーっていうのがそのなんていうんですかね、羽毛のフィルだもんね。そうです、フィルパワーだもんね。だから700フィルでもめっちゃ薄かったら600フィルとかのあと高さいっぱい入ってるやつよりはもしかしたら下になるかもしれないですけど、ね、700フィルで結構量も入ってるので、はい、なるほど。え、それは何、え、どっかに書いてある。あ、書いてあります。あ、そうなんです。で、フィルパワーとかそういったこれか情報が、はい、タグに、ね、これだ、タグに書いてあります。このタグですね。はい、見えますかね。はいはい。で、この中の、綿なんですけど、確かに700って書いてあるね。はい、700フィルって書いてあります。はいはいはい。で、この中の綿なんですけど、はい、アライド社という、まあ、サプライヤーから、調達している、まあ、結構有名というかちゃんとした、サプライヤーになっています、はい。で、タグに、まあ、QR コードが入っているんですけれど、まあ、この QR コードから、綿がどこから、まあ、鳥とかがどこから、調達されたかっていうのが追跡可能な、お、トラッキングがついてるんだね、はい、なので、なるほど、あのちゃんとした、ところから来てますよ、その綿が、まあ、鳥の羽毛と羽が、調達されてますっていうところ。まあ、中にはその劣悪な環境で育てられた、うん、はいはいはい、鳥とか、はい、そういう、まあ、品質のね、はい、ところね、品質のところとか問題ね、はい、あとまあサスティナブルとかその倫理的なところも含めて、うん、まあ、ちゃんと安心安全な、はい、ところから調達されてるっていうところ。アライド社はあれですよね、あの、まあ、自分がちょっと調べたんですけど、はい、あのやっぱその羽の洗い方とかもなんかそのそうやっぱ綺麗にやってたりして、はいはい、なんか綺麗にっていうかそのなんていうのかな、そのエコ、はい、あのエコな洗い方をしてるっていう、はい、環境に優しいね、洗う際にね、薬品とかを、そうだね、はい、っていうのもあるので、はい、もう本当にあのサステイナブルなものを使って、まあ、いいものでもあるし、はい、それをちゃんとあの、まあ、自分の目で確認できるというところがあるダウンジャケットになってます、はい。でまあ、結構そのあったかっ、このアライド社っていうのは結構他のブランドとかでも使ってるので、おう、まあ、有名がっていうわけじゃないけど、はい、まあ、そういうところで有名なところとや、はい、一応ちゃんと取り組んでやってると、はい、ってますっていう、はい、なるほど、はい、あの六川さん暑いです。いや、もう暑いよですよね。あったかい通り越してもやっぱ700フィルもあるから暑いですね、やっぱり。前回のモコモコぐらいまだ10月にちょうどいいかもしれないですね。そうはい。で、あとは、
なんかポケットもいっぱいありますけど。あ、そうですね、ポケットも。ポケットもなんか、はい、いっぱい。ジップポケット、胸ポケット、ジップの横のポケットと胸のポケット。胸ポケット2つ。はい、最後にポケット。ジップ付き。はい。はい、胸ポケット、携帯ちょうど入る。11ですけど。お、11が入るサイズ。はい、11でも。本当だ。本当だ。なるほど。で、内側こんな感じになってると。はい。ほー。で、あとは、まあ、もちろんここの表面は撥水加工されてるので。お、ストームだね。はい、ストームで雨水などを弾いてくれます。いい、ね、なるほどね。これやっぱ、けどそんなにやっぱいいダウンとかさ、使ってると高いでしょ。そうですね、まあ、お値段の方が、はい、28,000円プラス税。28,000円だったけど、ダウンジャケットの中だったら、まあそうですね、そうだよね。まあもちろん、まあ、いろんな幅があるんで、はい、幅があるんで何とも言えない、何とも言えないですけど、まあいいもの使っててそれなりのジャケットということで、うん、まあ、28,000円だったらダウンジャケットとしては全然いいでしょう、はい、買いやすいかなと思ってます。そうですね、まあ、個人的には、はい、やっぱヘッドフィルで言えばそういうアライドシャワーとか、はい、そういう人それぞれやっぱり、はい、感覚はもちろん違うと思うので、まあ、28,000円のダウンなんか買わねえよっていう人ももちろんいると思いますけど、自分の感覚で今 言わせてもらうといい感じかなっていう、その、はい、買いやすいダウンジャケット、暖かくてであったかいし、めっちゃあったかいです、うん、いいですね。ちょっとフードがなんかしかも綺麗にこう入るから、なんかあのガタガタしてないですよね、うん、いい感じ。あとここで調節もできるので。あ、そう、それ思った。これもそうだし、これもそうだし、この前がしっかりやっぱ隣っていいね、やっぱ高いから、はい、ここがね、ここでギュッて締めて。あ、なるほどね、はい、ちょっと見えないですけど、このフードのここになんかボタンみたいなのがあって、これね、はい、うわ、これ見せたいね。見えないですけど、見せれない、ね、そうですね、中に、入ってるので見えないですけど、ここにボタンがあるので。なるほどね、ギュッて締めたり戻したり、ここ引っ張って内側の、まあ、一応マークがあって、この六角形のマーク見えるかな、ぼやけちゃった、ここにあるんですけど、これをクリックするとちゃんと戻ってくれるっていう。はい、ほう、これ多分動画見ないとわからないかもしれないね。確かにこれ気づかないですね、はい、これこの内側のやつ、ただハイテク、ここにいるんですね、ここに、ここにいる、はい、はあ。まず一つ言っていいですか、これは気づかないこれは絶対に気づかない、うん、確かに、なるほど、はい、そういう機能もついてるの、まあ、機能というか、機能というか、そういう作りになってるの、はい、え、ダブルジップではない、はい、これは普通のジップ、なるほど、普通のジップというところになってると。はい、暑い、そうですね、じゃあ暑いっていうところで、サイズの方、サイズの方ですね、はい、で、自分、今 S サイズ着てます。普段 M とかなんですけど、なんか S でちょっと袖がこうなるぐらいなんですよね。だからちょっと大きめにこう作られてるかなって思います、これ。締めてみて。あ、もう締めても多分全然同じぐらいあれですね。ゆとりあります。今下に着てるのは半袖です。半袖 T シャツ。けどさっきパーカー着た状態でちょっと暑いかなと思って脱いだんですけど、あのパーカー着た状態でも S サイズで着れたので、全然中は本当ゆったりしてます。なので結構特にこの辺がこうゆったりしてます、この肩周りは。まあ、じゃあもうちょい着込んでもっていう。そうですね、本当厚手のパーカーとかじゃなければ、はいはい、前回の動画みたいなモコモコとか、あとは分厚いフリースとか、そういうのじゃなければ全然着れちゃいます。普通のパーカー、はい、だったら着れますね。 S サイズ165cm60キロです。丈もこんな感じでジャストの感じになってますね。はい、はい、6月の方は僕は、176センチの77キロで L サイズを着てます。何でも L ですね、全部 L、 本当にぴったりですね。ぴったりで、これ今僕下 T シャツなんですけど、
さっき布施谷も言った通り、この辺は若干ゆとりがあるんで、うん、まあ、パーカー着てもちょうどいいかなって感じです。まあ、でも、なんかあれですね、ゆとりある割にそんな着膨れしてる感はない。そうだね、作りは綺麗だから、なんか、はい、そんなになんかモコモコしてるわけじゃない、はい、シルエットいいよね、はい、うん、見たいな、違うかも、見てなかった。あ、見てなかったそうだね。はい、ということで、はい、今回この何ダウンジャケット、これスポーツスタイルダウンジャケット、スポーツスタイルダウンジャケット、はい、っていうのを、まあ、Eコムの方で検索していただいてもいいですし、品番の方でも全然いいと思うんですけど、はい、あとダウンって検索すると結構、ほう、なるほど、アンダーマンの公式サイトでダウンってやると、まあ、これとか他にもダウンが結構バーって出てくる。なるほど。ということで、e コムの方で検索するのと、はい、あとはお店でもちろん手に取ってもらって見るというところをしていただけたらなと思います。はいはい、以上で大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい、ということで、3つ、どうぞ。チャンネル登録、高評価、コメント、はい、はい。ということで3つ、お願いいたします。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。